こんにちは、今日はねちょっとランチ食べにちょっと上まで上がってきてます。久しぶりなんですけどね。まあそれで北海道を帰ってもうほぼ1ヶ月、結構忙しくね、何やかにやと遊びもねいろいろ忙しいし、まあ家の用事ごぞごぞも忙しいし、まあブラブラはしてるんですけどね、まあごぞごぞととにかく忙しい感じでございます。それでね、まあそのごぞごぞついでですけどね、北海道から帰ってまあちょっといろいろ車の方もね手直し等ね行っております。こちらボックスね、以前は以前というか前回はもう工具箱というか600の箱2つ並べて、それでベッドにねしておりましたけど、ちょっとあの蓋のあのポコポコしたのがねどうもちょっといまいちだったんでね、今回この箱、それでボックスの場合上座ったらこう物を取り出すのにねまたいろいろめんどくさかったんで、今回この箱、まあ上からもこんな感じでね取り出せるように、まあ両サイド持ち上がるし、こう引き出し式でこんな感じでね座った時は引っ張り出してできるんでね、ちょっとこんな感じで下に浮き台こしらえまして、今のところこれでちょっと車中泊しながら塩梅ね見ております。で高さの方はこちらちょっと引き出しね、これまあいただき問題ですけど、まあこれに高さ、まあ向こうのね冷蔵庫とも高さ一緒というそういう感じで合わせてあります。それでまあ今ちょっとマットはね、まあマットの方もいろいろね折りたたみとかどれがいいか使い勝手考えて、まあこの分はエア抜いたら空気抜いたらね小さくなるんで、ちょっと今のところこれで販売を見てます。それからこちら流し台の方ですね、流し台の方もちょっとこれまで細長いねプレートお皿っていうんですかね、こういうお皿のやつもに上部をつけて流しのねあれに使っておりましたけど、ちょっと固定もしてなかったんでグラグラしてたし、まあ浅かったんでねちょっといまいち使い勝手悪かったんで、今回この丸型のねボールに上部をハンダ付けして、それから丸くくり抜いて、まあ、これもねこんな感じで止めてやないんで取り外しはできるんですけど、まあこの分はしっかりこう押さえ込んだら、まあ、ここで固定するんでね、これでちょっと様子を見て、でこれはちょっと水切りに使ったりという感じでね、こんな感じで、そんなんでちょっと上のテーブルがね向こうの端まであったのがここまでにちょっとこの分ねこっちにあったのをカットしたんでね、それでこう穴くり抜いたんでその分短くなりましたけど、またそのあたりはこれで塩梅見てやっていきたいと思います。こんな感じでねでできるだけねちょっとすっきり感を出したいという感じで、ちょっとこのあたりもね前はいっぱいこれいるやつねレターケースみたいなのに入れてたんですけど、ちょっと今回ちょっとマットに小さくねしてみました。まあ常時使う分はねそうでもいらんので、でまあこの辺りもね本当はすっきりさせたいんですけどね、まあまだまだまたしばらくねちょっとちょこちょこ車中泊の方をしながらいろいろね検討してすっきり感出したいかなと思っております。まあですからねちょっとごっそりねまた新しくねやり替えたいというそんな希望もあるんですけどね、ちょっとこういろいろ材料ね検討してたらね結構お金がかかるんで、ちょっと今試案中でございます。ちょっとねやっぱりねまあいろいろ使っていくうちにいろいろ不満もねありますんでね、
やっぱりこう小さい分こう物置スペースがね取れないというか、そんなんでちょっとねどうしてもごちゃごちゃなってしまうのがいまいち気に食わんというか、はい、そんなんで、なんとかしたいなとは思っておりますが、まあ私めのデートラキャンピングカー、これまあとにかく全部ね取り外しはできるようにはなってるんですけど、固定はしてませんのでね、まあそれはよしとして、今日はちょっとランチというかデイキャンプついてね、ちょっと散らかった室内、見ていただきました。ということで今回はこのテトラハウスをご覧いただきました。ではね、また次回はさあいつになるやら、ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。